INI 11days voice。 皆さんこんにちは、ログイントゥーアス INI の後藤健です。 INI はオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2から誕生したグループです。 INI で僕後藤健は、王子様になりたい担当を務めさせてもらっています。双子座 AB 型で、つかみにくい不思議な人だとよく言われています。そして、INI をどんなグループにしていきたいですか。さまざまな国でコンサートできるようなグループに、なっていったらいいなと思ってます。この番組は11月3日にデビューした僕ら INI メンバー11人が一人ずつ日替わりであなたとつながる番組です。ラジオでの一人喋りは、そうですね、初めてで、少し不安なんですけど、もうむっちゃ楽しみです。はい、もうせっかくの機会なんで、全てにおいて全力で頑張りたいと思います。今日一日よろしくお願いします。INI 11 days voice、 楽しんで聞いてね。ララララ。今流れたジングル聞いていただけましたか。せっかくの一人喋りの番組、さまざまな僕の声を皆さんに届けたい、お届けしたいですね。ということで、いろんな声色のジャンルが入ったボックスから決めて収録したジングルです。今オペラの声色をイメージしたんですけど、伝わりますよね。はい、今100点のオペラでしたでしょ今。はい、気になる方はぜひもう一度聞いてみてください。それでは皆さんからいただいた質問に答えていきます。本当にたくさんいただいたと聞きました。ありがとうございます。たくさんのお便りありがとうございます。2回言っちゃった。神奈川県ラジオネームみーさんからのお便りです。 INI の皆さん、毎日お疲れ様です。練習や撮影などで、忙しい中、ツイッターやプラメの更新も頑張ってくれてありがとうございます。いつも楽しませてもらっています。結成してから今日までいろんなことがあったと思いますが、この期間で一番印象に残っていることを教えていただきたいです。はい、とのお便りです。ありがとうございます。そうですね、ちょっと若干話はずれるんですけど、プラメとかの更新は僕たちみんな楽しんでやってるんで、全然なんてやろう。そしてみんな楽しんでプラミやってますね。質問に答えていきたいと思います。この期間で一番印象に残っていることは、そのブライターの、ダンスの振り入れの後、のミーティングですね。がすごく印象的で、それが、なぜかというと、なんかブライターの振り、ブライターって振りがちょっと難しくて細かくて、ダンス未経験者組やって、なんか未経験じゃなかった人たちでもすごく難しかったし、すごく振り入れが早くてみんなすごく落ち込んでいたっていう時やって、そのミーティングでなんかみんなが思ってることを話そうっていうことで、もっと頑張らないとあかんなとか、実はこういうこと思ってたとか、そういうミーティングをして、みんなやっぱそれぞれ思ってることがあるんだなとか、こういう熱い一面もあるんだなって思ったり、こういうミーティングみんなの前でちゃんとこういう気持ち伝えれるのすごくいいなって思ったり、すごく印象に残っていますっていう感じですかね。それでは2枚目いかせていただきます。東京都ラジオネームユンお姉さんからのお便りです。みんなの王子様になりたい願望、後藤健くん、ミニちゃんみんなが王子様の虜になっちゃうような言葉をかけるとしたら、なんてかけますか。とびっきりの一言期待しています。
ハートの絵文字もつけてくださってありがとうございます。すごく楽しみにしてくださってるんですね。そうですね。まあ、王子様になりたいので、ちょっとここは王子様らしい言葉をちょっと一言いきます。12時過ぎたし、一緒に寝よっか。でぇ！あー、眠くなってきたー。あー。BGM ありがとうございます。ってな感じですね。どうですか？はい、これ虜になっちゃったかな。さ、次のお便り聞かせていただきます。京都府ラジオネームプリウムさんからのお便りです。後藤健くんへ、ファンへの気持ちを後藤健のあいうえお作文で教えてください。びっくりびっくり笑。はあ、わかりました。難しいですね。後藤ルームずくね、うん、まあ いけるでしょう。はい、それでは500万回の好きじゃ足りないと、年なんて関係ない。う、嬉しいよ、いつも一緒に入れて。た、たくさんの愛をありがとう。毛がむずいな。ケミ起こせるんじゃね、俺たちで。ル、ルネサンス時代で俺たちについてこれるやつはいないね。はい、こんな感じですかね。気持ち伝わったでしょうか。今聴いていただいているのは INI のデビューシングル A に収録されているキリングパートです。この曲はまあ言ってやろう、他の3曲と比べて、まあ、恋愛っぽいちょっと温かい曲になっていますね。なんか僕が好きなところが、なんか最初ちょっとカッチカッチカッチカチカチカチみたいな感じで、なんかゼンマイ前っていう動き出すような感じで、しかも曲の最後はそれがギーって止まる感じで、なんてやろ、ちょっと簡単な恋愛ストーリーとかじゃなくて、ちょっと深い感じがあるなって思いました。そこが好きですね、僕は。あとは曲全体がふわふわしてて、なんか何回聴いても幸せになるような曲だと思います。いっぱい聴いてくださいね。そしてそろそろお別れの時間になります。あー、早かったですね。初の一人ラジオすごく楽しかったですも、はい、話し始めたら緊張も全くなくなって、なんか素で話せたと思います。落ち着いて話せたしね。たくさんの質問本当にありがとうございました。またぜひ機会があれば呼んでほしいですね。めっちゃ楽しかったです。ということで、INI の後藤健でした。バイバーイ。